こんにちは。じゃないな。こんばんは。おもちのやみのもーちゃんです、今日は夫婦の話。本当にこう思い合ってた夫婦なんだな。でも、ちょっとっていうか、とっても悲しいお話です。それでは早速読んでいきます。昔の奇妙な物語。第53話、天は夫婦池の話。大阪の北区あたり、都会の喧騒の片隅に小さな石碑があり、その表面にかすかに夫婦池と読める文字が刻まれています。場所は天神橋筋商店街の3丁目と4丁目の出会うところ。かつてそこは建物もなく、ただ清らかな池だけが、静かに水をたたえていました。当時は近くに神山と呼ばれる小高い丘があり、いくつも川が交差して湿地ばかりが広がっていました。乾いた場所もあるにはありました。しかしお墓がひしめき合っている不気味な土地でした。そのため行き交う人すらなく、慣れとはなしに夜ともなれば人も通わない噂されていました。この池が夫婦池と呼ばれる由緒を知る人は少なくなり、いつしか忘れられ年月が流れました。しかし古老の伝える物語が足分け舟、遠方3年間の中にわずかに残されています。その昔、ある若い夫婦が打ち続く戦乱を逃れ、池近くの閑散とした村の端でひっそりと暮らしていた。そこは天馬渡辺村の北に位置し、犯罪者や訳ありの陰陽師、身分違いの禁じられた男女などが隠れ住む村であった。そんな村ではあったが、二人は仲睦まじく幸せな日々を過ごしていた。ある日のこと、夫はどうしても断れない仕事ができて、遠くを旅することとなった。妻にしばしの別れを告げ、3年も辛抱すれば、やがては帰ってこられるであろう。それを過ぎても、帰れんかったら、荷棒に草葉の陰から、と家を後にした。歩きながら振り向いては手を振る夫。やがてそれも見えなくなり、夫の影が消えてもなお見送り続ける妻にあった。近くに友もなく、隠れ住んでいたこともあり、孤独な日々を過ごす妻は、3年の月日を指折り数えながら、待ち遠しい毎日を精一杯生きていました。秋の頃からか、小さな戦乱が近づき、村にも火の手が上がるようになった。村の人々は戦いに駆り出されるか、さもなくば戦火を逃れ去っていった。時折外で物音がして、うちの人が帰ってきたのかしら。心を躍らせて期待しても夫の姿を見ることはなく、逃げ惑う気配ばかりが過ぎていった。次の年も春は過ぎ、暑い夏も過ぎて、紅葉が風にすさぶ秋が来て、枯葉も落ちて冬が過ぎた。不安とともに寂しさと恋しさが募っていく。時はあっという間に過ぎ、やがてこの村には足の悪い老人と二人のみとなっていた。妻はあの人が帰ってくるまではここにいなければ、強い意志を持ってとどまるしかなかった。やがて約束の3年が経った。しかし夫は帰ってこなかった。そして5年が過ぎた。妻は気配のなくなったこの村で貧しい暮らしをしていたが、その頃からだろうか、いよいよ恋焦がれ熱にうなされるようになった。物陰に人影を錯覚しては、意もしない夫を探し求める日々。
食事も喉を通らず、伏しては起き、夜中に夫の名を呼んでは涙した。それでも帰らぬ夫の姿を追い求めるうちに、ある日彼女は悪夢を見た。それは旅先で苦しむ夫が、妻の名を呼びながら息を引き取る夢である。次第に不安が募っていった。夫の幻を探し求め、さまよい歩く妻は、思い余って近くの池に迷い込み、とうとう帰らぬ人となった。妻の亡骸は深く沈んだまま、上がってこなかったと。それからしばらくしてのこと、夫は妻が亡くなったことは夢にも知らず、やっとの思いで無駄にたどり着いた。3年の予定がすでに7年も経っていた。彼は旅先で重い病の床につき、ようやく治って養生していたのだ。夫は我が家のありさまを見て言葉を失った。そこは前に住んでいたところにも見えず、凄まじく変わり果てた廃墟で、草の実高く生い茂り荒れ果てて、妻の姿も見えなかった。名を呼び、あばら屋の草を押し分けて中に入ると、見覚えのある櫛を見つけて手に取った。まだ髪の残る櫛が哀れに口かけた。不吉な胸騒ぎがして、わなわなと手が震え、思わず外へ飛び出すと、あたりの老人を見つけ、ことの次第を尋ねるのだった。村に一人だけ残った老人は、暗い顔をしてつぶやいた。その人のことやけど、聞くよりも早、こみ上げる涙にむせび泣き、ふらふらとあてもなく歩き出し、気がつくと彼は池のほとりに倒れていた。足を引きずり、泣き叫んでももはやその甲斐もない。ふと、水面に映る姿が涙でかすむ。恋しい妻の面影に見えた。もう一人で生きていくこともできへんねえし、妻の名を呼びながら池に入ると、片身の櫛をしっかりと握りしめ、妻のもとへと旅立つのであった。やがて、この出来事によって、この池は、夫婦池と呼ばれるようになった。伝説を伝える足分け舟の中に、著者、一向家の千春が捧げた句が残されている。水もらぬ、ちぎりの末は、食いたけに、思い沈めし、夫婦池から。したでしょうか。後書きも読んでまいります。時は移り、町の発展とともに池は埋め立てられ、山も川もなくなってしまいました。神山は大阪大空襲で平地となり、神山町の名前だけが残っています。多くの川も埋め立てられ、高速や一般道に変わってきました。昔からある寺や墓場は今でも当時のままの場所に残されています。しかし多くの建物が立ち並び、華やかな商店街の端に位置します。池の近くにかかっていた夫婦橋の欄干のみ、それも新しいものの一部が移築されました。その場所に由緒を刻み、碑文が残り、哀れなこの物語を今に伝え残しています。コメントありがとうございます。次回。不思議な奇妙物語第54話は、水神を見て幸福になる話。水神を見て幸福になる話、幸せなお話ですね。水神の夢を見て幸福を得るお話が、かの有名な耳袋の中に書かれていました。次回の話もお楽しみに。また明日夜10時から10時10分から
お届けします。このお話はいかがでしたでしょうか。このお話よかったなと思っていただいた方は、いいね、高評価ボタンを押していってください。質問、感想、メッセージ、コメントお待ちしております。メールマガジンや公式 LINE でも情報をお届けしています。リンクはもっと読むタップしていただくと説明欄に貼っています。15日は夜8時から9時にライブ配信で有馬陰陽師も参加する交流会辰巳の会を開催しています。ぜひリアルタイムでご参加ください。それではまた明日、良い夢を。